皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本るなです。はい、ということで本日はナイトルーティーンをお見せしたいと思います。まあナイトルーティーンって言っても、今ちょうどメイクをしてて、今日はずっとお休みだったんですけど、そのお休みの中でもやっぱ TikTok 撮ったりとか、まあ、SNS 更新するためにメイクを結構したりとかするんですけど、今日もそれしてて、あとはもうご飯食べて寝るだけなんですけど、お風呂とかも入るとかもねあるんですけど、本当にごく普通の生活をしてるんですけど、その中でも私が食べてるものだったりとかいろいろ紹介するので最後まで見てください。ということでですね、まずお腹が減ったんですね。今からご飯を食べます。ごめん、タグついてる。ちょ、マジでごめんなさい。本当にこういうとこなんです。これちょっと着たくて、楽しみにしてた服、さっき着たらそのまま撮るの忘れちゃった。今日はハン君がいなくて、お家になんで私一人で優雅に優雅に暮らします。こちら豆乳グルトっていうやつなんですけど、これを食べるんですけど、なんでちゃんとしたご飯今食べないのって言われると、ブルーベリーの撮影がもうすぐあるんですね。もう時間がありません、そろそろ。なんでちょっと本当に痩せないといけないの。今のお腹見せようか。このブヨブヨをマジでなくさないといけなくて、あと2週間もないんです。いつも2週間前ぐらいから本当にこうやってダイエットをしてるんですけど、私1ヶ月以上とか2ヶ月前からっていうのが昔やってたやんか。やっぱね、痩せすぎてね、顔がこけたりとかしてたから、まあ、ちょうどいいのはこの時期かなと思いつつやってるんですけど、間に合うことを願います。なんかさ、最近ちょっと悩みがあって、喋るやんか。喋ったら、あ、蜂蜜ない、どうしよう。あ、ありました。買ってきてくれてたやん。このコストコの蜂蜜がマジで良くて、バンバンダではコストコ行かないんですけど、エスポがいつも言ってくれてる時に買ってきてもらう。そう、最近喋る時に口の中によだれがめっちゃあるんだよね。唾液が多いのよ。喋るときにいつも、やばい、もう垂れそうってくれてるから、なんか喋るのいつもしんどいね。ここにヨーグルトだけも入れてるんですけど、ここにけなこ入れる。こんなことに言ってまで、ここにバナナ入れます。真っ黒なバナナなんですけど、中は綺麗。私もめっちゃ大雑把で、ここで切ります。食べれたら何でもいいんだよ。1、2、3、1本入れちゃいます。で、これをピューっと、これマジでうまくて本当におすすめ。いただきます。うん、うますぎる。もう我が家は2つを出しました。こたつは出したんだけど、まだ電源入れてない。特にね、坊ちゃんがめっちゃこたつ好きで、今もね、こたつのとこにいるんですけど。最近は食べ物がこのヨーグルトかお蕎麦か味噌汁と白米となんかサラダとか食べるか選んで、本当になんかでもめっちゃ体が変わりやすく太りやすく、痩せやすく太りやすいんだけど、本当にね、頑張ればね、シュッて痩せるんだけど、続かないのよ。体重も1日で 2キロとか全然減ったり増えたりするの。むずいのよ、私の体。なんか、それこそね、正直な話していい？結婚したやんか、ルナ。結婚したのにさ、なんかハン君のことを乗せてなさすぎたの。昔さ、カップルでさ、公表してた時なんてさ、思ったことをすぐ出してたのよ、SNS とかでも。例えば何々買ってきてくれたって言ったら、ありがとうだからすぐ撮ったりとかしたんだけど、ね、出しすぎてもさ、なんか気もがられるかなとかめっちゃ思うと、気づかないうちにね、ハン君の話題をこう避けてたんだよね、ずっと。でも、やっぱりね、正直に話したいよね、やっぱ、全部。もう隠すことないんだよ。じゃあちょっと今時間があるので、今から何をするかと言いますと、私最近フォートナイトにハマってて、ゲームね、そのゲームをしていきます。
はい、ということで、あのゲームをしようと思ったんですけど、ラナとかとちょっと予定が合わなくて、ちょっと後でするってなったんで、先お風呂入っちゃいます。で、最近はお風呂に浸かることがすごく多いんですけど、やっぱね、最近冷えてきてね、浸かることがいかに大事か本当にわかる。なんか足の冷え性とかめっちゃすごいし、やっぱ入んないとね、マッサージするときに硬かったりするのね、肉が。だからお風呂に入ることはすごいおすすめなんですけど、何よりね、今日めっちゃお風呂楽しみにしてて、でそれがね、このメデュラの、あのシャンプーとかがあるんですけど、これが本当にマジでいい匂いなの。私本当にシャンプーとかがめっちゃ大好きで、あのそれこそなんかエリカさんがね、この間髪の毛をふわってしたの。なんなら、こんなにいい匂いなのってぐらいマジで髪の毛がいい匂いで、しかもさ綺麗なのよ、めっちゃエリカさんね。やばーって思って、ルナもそっからシャンプーとかめっちゃこだわったりとかするようになったんだけど、匂いもめっちゃいいので、本当に今日はもう楽しみで、今6時なんですけど6時に入っちゃうっていうね。で今回はこちらメデュラのスカルプリフトブラシをこれ使うんですけど、これをなんかこうやって研いて入るといいらしいの、絡まりとかをなくしてくれるんですけど、こうやってじゃあこれで今からちょっとお風呂入ってくるので、また後でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということでお風呂に入っていくんですけど、久々この画角です。あのこれ実際もらって本当に良かったから使ってるんですけど、基本私はあの使ってからじゃないと紹介とかしないんですけど、ルナ的にマジで良くて、これでいろんな人も紹介してるんですけど、あのぜひ皆さんに使ってほしいなと思って私は紹介しております。今からシャンプーをしていくんですけど、あの皆さんは何のシャンプーを使っていますか？私は今回このメデュラのシャンプーを使っていきます。でこれめっちゃ可愛いのが、ボトルに名前が入ってるのね。あのここにルーナって入ってるんですけど、これがマジでめっちゃ可愛いのと、あと何よりすごいいい匂いするので、あのこれ本当におすすめです。こちら次リペアなんですけど、これは手でしっかり塗ってあげるのが良くて、これ使ってるとね、髪の毛が本当にツルツルになっていって、マジで毎回気持ちいいんです。あの流す時とかすごい、あの指が通ったりしてね、これマジでサラサラになるのでおすすめです。最後にヘアマスクをやっていきたいと思います。ヘアマスクはあのみんなも知ってるかもしれないけど、あの毎日するものじゃないんですね。本当に大事な日の直前とか前の日に使うのがめっちゃおすすめなので、皆さんぜひ参考にしてみてください。お風呂上がりました。本当にね、最近ねまた季節の変わり目で、ここが肌が荒れててマジで萎える。もう悲しい。なんかしかも珍しくさ、鼻の横も荒れてて、なんか鼻の横なんて本当に滅多にできないんだけど、季節の変わり目って乾燥するんだよね。なんか乾燥でなんかここにずっとできるんだけど、なんでですか？私はお風呂上がったらもう先にスキンケアをいつもするんですけど、スキンケアはね、先にしとかないとね、乾燥しちゃうの。今からお薬を塗ってきます。よし、はい、私の毎回恒例の肌のお薬です。でもマジこれ塗ってからだいぶ落ち着いてきてるから、やっぱね、肌荒れはね体質だと思うんだけど、ルナ本当にしやすいから、ずっと続けるしかないと思う、スキンケアとか。じゃあ髪の毛やりたいんですけど、髪の毛は一旦タオルでめっちゃこうやって絞ります。はい、ということで早速やっていきたいんですけど、髪の毛がとにかくいい匂いでやばい、女の子って感じの匂いなんですけど、続いてこちら洗い流さないトリートメントなんですけど、これを塗ります。これはハイパーリンクセラムっていうやつなんですけど、出すじゃん、出してつけます。これをなんか4分置くとめっちゃいいらしいので、4分ぐらい私は置きます。しかもこれヘアミルクでは珍しいノンシリコンタイプらしいんで、ぜひ使ってみてください。一旦4分置きます。4分経ったんで髪の毛を乾かしていきます。
終わりました。このさっき使ったこのブラシで一旦溶けます。熱かった。毎回思うこのお風呂の後のさ、この熱さマジで嫌だよね。髪の毛長い人本当にいつも疲れ様って感じ。サラサラじゃない？いつもサラ結構うねるんだけど全然そんな感じせえへん。てかもう何よりいい匂い、ずっと自分から女の子の匂いする。てか普通にちょっと見てほしいんだけど、ルナねこれ今エクステつけてんの髪の毛で、エクステついてて特にここら辺結構さほらちぎれてんのね。でもこんなん大変なの、毎日毎日アイロンを朝ちゃんとしてやってるんだけど本当にちぎれてて、やっぱさカラーのしすぎもあるんだけどさ、結構もうダメージの髪の毛だから、結構いつもここら辺とかもドライヤーバーってもそれこそやった時とかは腫れんのよ。けどそんな感じもなくまとまりがあってすごい素敵。まだだってさドライヤーだけだよ。見えるかな、ちょっと後ろ心配ねけどできてます？いい感じ？で、これはさっきのブラシ、もう一回ブラシを解くのは結構おすすめです。で、このブラシ何がいいかってこうね、長さが違うの、このモサモサってしてるやつが長さが違くて、だからこれでなんか頭皮のマッサージとかもケアできるんで、結構本当に何でも使えるかも。それこそ毛穴の汚れとかもさこれで結構取れるから、本当にこういうブラシはみんな一本持っておくと結構いいかなって思います。そうね、それこそルナがさ入る前にこれでこう解いてたやんか。けどこれをシャンプーの時も使えるし、トリートメントの時も使えるんで、ぜひ皆さん気になった方は見てチェックしてみてください。よし、じゃあ一旦ちょっとゆっくりします。バイバーイ。はい、ということでお風呂から上がってきて、今からちょっとゲームをしようかなと思ったんですけど、その前に今回皆さんに紹介するのがさっき私が使ってたシャンプーなどなんですけど、こちらメジュラっていうブランドさんなんですけど、メジュラの5点セットを紹介しました。シャンプー、リベア、ヘアマスク、トリートメント、あとさっきのブラシだねを紹介したんですけど、こちらについて紹介します。でまずね、何が一番可愛いかって、シャンプーのボトルとかに名前がね入れれんの自分で、それめっちゃ良くない？でさ、しかもさなんか質問を答えていくんだけど、質問は全部で13問なんだけど、さ質問を13個答えるだけで約7万通りの組み合わせから自分に合ったぴったりなアイテムを作り出すっていうね。ルナもだから今回全部答えたのね。でやっぱもうカラーとかもしてるから結構もうブリーチギアし、なんかそのパサつきだって乾燥だったりとかもあるから、全部悩みを言って届いたシャンプーがさっきのシャンプーなんですけど、やっぱね仕上がりがね本当にいい、マジでなんか悩みに合ったシャンプーとかが届いたって感じです。しかも香りも5種類あって、5種類の中から選べるんだけど、私はパールっていう香りを選んだんですけど、お花みたいな香りなんですけど、本当にこれがいい匂いすぎて届いた瞬間に匂ったの。それで匂ってから早くお風呂に入りたいって思うぐらい私は好きな香りでした。しかもサロン商品の作ってる会社と一緒に作ったみたいで、成分とか香りとかも結構しっかりしてるそうです。しかもいつでも自分に合ったシャンプーを使えるように、美容カウンセリングで髪の悩みとか直接相談できて、香りや使用感などを伝えるとさらに自分に合ったものが届くみたいです。しかもさ、ルナさめっちゃさ香りが好き でシャンプーとかも結構持ってるんですけど、めっちゃ匂いとかも気にしちゃうし、匂いの時とあと自分のダメージに合った時っていうようないろんなとこがあるんだけど、これは1本でできるから本当にいいなと思いました。あとはさ、結構さみんながあるあるなのがさ、シャンプーによってはさその油分を落としすぎて逆に乾燥したりとか、それこそ匂いの元だったりとかするし、あともう洗いすぎてなんかパサパサしたりとか乾燥してここがもうね枝毛になったりとかあるんですけど、やっぱそういうのって髪とか自分の地肌とかと相性が合ってないとかがあるらしいので、そういう人たちのためにもやっぱりその自分の悩みとかをね押して届くのってすごいいいなって思います。あとはさ、もう美容院にさわざわざ行かなくてもさネットで買える時代だからさ、すごいなんか世の中今すごくないいよね。
はい、そんな感じで以上なんですけど、とにかく本当に私は何より匂いとドライヤーのした後のこのまとまり具合がマジで好きです。ありがとうございました。よし、やっと私はもう全て終わりましたので、今から早速ゲーム一戦いきます。はい、ということでフォートナイトしてたんですけど、マジで勝てない、もう悲しすぎるからやめます。はい、今からモンスターハンクも帰ってくるので、一旦今日はここで終わりにしたいと思います。じゃあまたバイバイ、ダイエット頑張ります。今回紹介したメジュラなんですけど、ぜひ皆さんにも使ってほしくて、ルナの視聴者限定の5点セットを500個限定で作っていただきました。ありがとうございます。この動画の概要欄に商品のリンクとか貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。また私の概要欄のリンクから購入した人は、動画で紹介した5点セットがめっちゃお得に買えて、全部揃えて買うと 27,170円なのですが、初回限定価格の税込み 5,940 円で購入できます。え、めっちゃ少ない？え、めっちゃ少ない。だって27,170円が5,940円ってめっちゃ安い。この値段でこれを全部手に入るのは本当にお得すぎるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。概要欄のリンクから先着500名の方限定しか用意されてないので、興味がある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。以上、ルナでした。バイバーイ。